ナポリ湾周辺地図ソレント半島は、イタリア南部、ナポリ南方に位置する半島。テレニア海に突き出し、北に、ナポリ湾、南に、サレルノ湾を分けている。ソレントの町やカプリ島、アマルフ海岸など、半島とその周辺地域は、観光地として知られる。半島の名は、その北岸の都市ソレントから名付けられている。イタリア語での半島名称に基づきソレンティーナ。 半島とも呼ばれる。英語では、ソーランティーヌペニンシュラとも表記される。サンタニエロ城とナポリワン、ベスビオ山。ナポリワン、ベスビオ山周辺の地形ソレント半島は、ティレニア海に対して東から西へ突き出した半島で、北に、ナポリワン、南に、サレルノ湾を隔てる。半島の赤量をなすのは、アペニン山脈に続く、ラッターリ山脈で、半島の突端は、 カンパネラミサキ。カンパネラミサキの木にはカプリ島があり、地形的にはつながっている。半島名の元になっているソレントは、半島の北側側に位置する都市である。ナポリ湾側はソレント海岸とも呼ばれ、ソレントのほかサンター型水路へゴルフィなどの観光地がある。半島の南側側は切り立った断崖からなる海岸線となっており、 特に南東側のアマルフィ周辺の海岸線はアマルフィ海岸として知られユネスコの世界遺産に登録されている。ラッターリ山脈全体はラッターリ山脈州立公園となっている。半島の場所のすべては古代からの観光地の定番となっており、その自然の美しさは世界中に知られている。ソレント半島。黄緑がナポリ県、緑がサレルノ県行政上は カンパニア州に属し、ナポリ県とサレルノ県にまたがる。は、内陸のコムーネ。この地域のコムーネを結ぶ、幹線道路としては、以下の国道がある。SS145 号線は、ナポリ湾、川付根のカステランマーレディスタービアから、メータ、ピアーノディソレインと、ソレントに至る。SS163 号はメータから、サレルノ湾側のポジターノにで、 アマルフィを経て、ビエトリスルマーレに至る。ありがとうございます。